自分の楽器を自分で直せたらいいと思ったからです。修理ってお金かかるじゃないですか。サックスを始めたきっかけは中学校の時吹奏楽部に入ってサックスを始めたので今も続けています。これは私の母校の中学校の楽器で埃をかぶっていたのでオーバーホールしてあげました。全部の部品をもう新しくしてバランスも取り直すんです。休み中でもなんか工房を開放して自分で時間を作って作業していけるところが私は好き。もともとね、この学校の特性がね、自由に授業を選べるっていうのがあるから、好きな時間に好きなことができる、うん、そういうメリットだね、うん、自分が直した楽器をその持ち主に返してありがとうって感謝された時。将来の夢は、管楽器の修理の仕事に携わりたいです。リペア師になることです。誰とか関係なく直してほしいって人のを直したい、演奏もできるからです。ここの管楽器リペアは演奏しながら、演奏を学びながら管楽器がの演奏、リペアを学びながら管楽器の演奏も学べるっていう、こういうね、2個メリットがあるから、まあ、吹奏楽とかビッグバンドとかそういうでっかい規模での演奏があるのはここしかないかな、ここしかないの、ね、で、他のそのリペアのある専門学校は個人とかちっちゃい団体では見てくれるけど、その大きい団体では多分ここだけだと思います。はい面白いな海外とか日本の関係なく外部からの人がよくね、出てくるね、あの学校に来ていろいろ教えたりしてくれるところから、そのなんだろう、例えばシャイアーズのトロンボンだったりとかの人だったりもするし、演奏面だったらマンハッタンジャズの人も来たりとか。2年間が、本科として2年間勉強していって、それを卒業してさらに1年やるのが研究科なんで、その研究科はその全学科に問わず自分の突き詰めていきたいこととかやっていきたいことをもう1年その自分で全部授業も自分で全部組んで、まあ勉強していくという形なんですが、ただそこら辺例えば学費を親に出してもらってんなら、そのちゃんとその分見返りをねちゃんと持って勉強していくだろうとか、そこら辺はもう全部で、この学校はもう本科の時点からもうそういうの全部自己責任なんで、将来の目標は一生楽器に携わっていくことです。
擦るっていうことなんだよ、ね、あの上のあれにつけて、あの万力につけて、ちょっとこれで擦ってみて、多分出ないと思うんだけど、ね、はい、見た目も結構これも入ってるんで、これも外した方がいい。良くなってきたじゃん。いいんじゃないこれ。どうですか。これにね、あのこういったやつの先っちょさ、ハンダ付けしてバツンと引っ張るんだよね。これでちょっとやってみようか。これで。対して、まっすぐついてれば、少しステッパーになるんだけど、ほら、丸くなった。本当はもうちょっとちっちゃい、これのちっちゃいのを作って、それで細かいところもやればいいんだけど、今大まかに出したんだけど、これが羽出しって言うんだよ。こういう角の、で、あの、なんその芯金が入んないようなとこをこれでやるんです、うん、ちょっとここのとこが少しくぼんでるよね、はい、ここはその細いので胴の長いやつでやると、うん、あの先っちょ細くしてこうくっつけてパンとやる、もうちょっとやる、あと出過ぎたら少しあのあれで叩いて、いろいろですよね、多分ギターとか、ギターは言いますかね、和楽器とか、ジャズ、歌とかも撮ってる人もいますし、あとは自分の専門の管楽器やったりしてますよね、作曲習ったり、指揮習ったりしてる人もいますし、オーケストラと吹奏楽とあとアンサンブルですね。先生はね、いい先生がいっぱいいるんで。つい先生ですか。そうですね、初めちょっと怖そうだなと思ったんですけれども、いろいろと細かく教えてくれてとてもいい先生です。いや、わかりやすいし、まあ、いけないところはダメだろうって、まあ、はっきり言ってくれる先生なんで、とてもいい先生だと思います。普段は明るくてひょうきんなんですけど、リペに関してはすごくしっかりしてまして、とても授業で教えてもらうときはすごくためになると思っております。あと応募もすごくうまくて、いつも尊敬をしております。やっぱり技術ももちろんある当たり前のようにすごいんですけれども、やっぱりこう人柄が良くて話しやすくて、指導もまあいい先生だと思います。最初はちょっと厳しくて怖いそうな先生なのかなって思ったんですけど、いざ話してみるとすごく親しみやすくて、授業も楽しくできていいなって思ってます。
エッチな先生です。エッチな先生です。ちょっと時間は短いですけども2年間でかなりのところまで修理の勉強できます。推薦するの覚え将来直します。